勝利に導きました臼井健太郎騎手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。前回から着順を大きく上げました。前回とは何が違いました？この馬自体少しちょっと揉まれ弱いところもあるんで、あとちょっと元気よく競馬を引っかかっていくところもあるんで、それをできるだけなだめて自分のペースで運べるようにと思って、あの山中先生と話し合いながらレースの作戦を組み立てました。はい、レースの作戦は思い通り、レースを進めることができましたか？はい、そうですね。あの逃げ馬の後ろの位置っていうのが僕の頭の中では理想的な展開だったので、それがうまく乗れて展開もハマってくれたので良かったと思います。はい、そして臼井騎手、この勝利がオーストラリアで武者修行を終えられて初めて地元船橋での勝利となりました。まだまだ暴れ足りないんじゃないですか？そうですね、ようやっと船橋で1個勝ったので、これからもっとたくさん勝てるようにもっと頑張らなきゃいけないですね。はい、それではお集まりいただきましたファンの皆様にもう一言メッセージをお願いいたします。これからまだまだ頑張っていきますので、たくさんのご声援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。